の様子画像は古いバージョンのものワシントン dc ウィキペディアにある座標情報が黄色い丸で示されている。nasa ワールドウィンドはアメリカ航空宇宙局が配布する。地球儀ビューアー多機能な惑星観察ソフトである。2004年に公開が開始された。nasa が制作したオープンソースソフトウェア地球木星火星。 金星の表面の詳細な地形を見ることができる。特に火星は大気も薄く、地殻惑星であるため色々な地形が見ることができる。類似したソフトに Google Earth があるが Google Earth に比べて動作が重い、低高度での解像度が低いといった弱点がある。しかし、中高度以上では Google Earth よりも画像が美しい、見ることができる惑星の数が多いといった特徴がある。 また、他の類似アプリケーションに見られない特徴として、アナグリフのリアルタイム生成機能があり、世界中の任意の地点の立体画像を見ることができる。アメリカでは、ワールドウィンドフォーラムというファンサイトもあり、Google Earth と人気を2分しているが、日本ではあまり知られていない。 h t t p f u l a m w o r l d w i n d c e n t r a l c o m スラッシュインデックス .phpa5 番をはじめオランダ語、スペイン語など各国語版がリリースされているが、今のところ日本語版はない。このソフトを利用するにはコンピュータに、ネットフレームワークとディレクテックスがインストールされている、必要がある。 他に高機能のグラフィックカードも必要。詳細は http://worldwind.arc.nasha.gov スラウンロード .html のシステムリクワイアメンツを参照。取得した画像はパブリックドメインとして利用可能である。ありがとうございます。